一度話をして、ファンクラブ限定の配信もやりました。みんな、だからみんな、なんかね、毎回ねショールームする時ね、本当に思うんですよ。なんかショールーム見てくれてるのに、なんでね、めちゃめちゃ好きなのに、なんでファンクラブにまだいないのって思っちゃうのね。なんかファンクラブ来てくれたらもっといろんなね話できるからじゃない。特にワンオンワン機能使ってくれてる方、そうじゃない。めっちゃ普通に会話してるよね。逆に会話しすぎて、あのオンライン話し会も来なくなっちゃうじゃないと思うくらい。ダメだ、私もあの小豆依存症で。でも最近あの稽古ちょっとバタバタしてたから、そんなに頻繁にね。でもそれでも週に2週3週くらいは してると思う。毎日ワンワン、うん、毎日少しずつ、まあ、返してる。もう喋ることないわってそうなの。いやでもね、私結構あのね、すぐ新しいこと言っちゃうから。確かに 1対1で話したいことめっちゃある。え、来いや来いやん、おーいマチャリンと二人きりのチャット、そうそうなの、本当に LINE みたいな感じだよ。ショールームは無料だから。いやでもショールームはみんなと喋ってるじゃん。それは違うよ、個人で一人一人やん。あ、シギタンから尊い、くしゃみしゃ、ありがとうございます急にくしゃみしたくなった。マチャリンから電話来ますよ。そうなの、さっきもね電話したもんね。すごくない？だからこのシステムめっちゃ好き。ファンクラブね、いろんなファンクラブあったけどね、今のファンクラブファニコンさんっていうところですけど、ファニコンさんにしてよかったってめっちゃ思う。そうなの、だってまあタイムラインだったりグルチャの LINE グループ、全員の LINE グループだったり個人の LINE みたいなのもあるし、ねおみくじみたいな。でもね本当にそれあずきの皆さんに謝りたい。おみくじ、あれあのオンラインくじ、ねスクラッチ名前がスクラッチは本当に思ったより本当にたくさんの方が回してくださったから、だから設定ね、えいしょ、私設定何パーセントだったっけ。スタッフさんがおすすめしてくれたのは 0.5 くらいで、私多分 7% くらいしちゃったのね。一瞬でえいしょなくなっちゃったから、それはまず申し訳ないなのと、思ったよりみんな回してくれたから、私そんなにめっちゃ豪華なもの準備してなかったのめっちゃ反省した。でも皆さんのおかげで1回目なるほどねってなって、今月ちゃんといいものをお届けします。まず A 賞もパーセンテージもう一回調整してみます。ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にちょっと難しかったですのと、お疲れ様動画も撮りますけど、待ち受け画面今度追加したいのと、外れはないごめんなさい、外れ作りません。そうで、ちゃんといい質のものを作ります。本当に1回目をびっくりしました。もうたくさんの方ね本当にすいませんでしたはい、ちゃんといい質のもの
作っていきます、約束します。これからそうなの、スクラッチね毎月やりたいなって、1ヶ月間のお疲れ様とかのやりたい。うん、でも別にその1ヶ月1回というルールがね全くないんですけど、なんとなく1ヶ月間の自分の活動の振り返りだったりね、その月の出来事の写真だったり動画だったり、そういうのをやりたいなって。そう、外れはねごめんなさい、もう本当にどんな感じなのかちゃんと考えてなかったのは自分悪いけどパミも外れじゃなかった、パミの顔でね、もうちゃんと作ります、考えて作ります。他に何だろう、そうワンワン機能ねのと本当にオンラインお話し会、えどっちの方がいい、待って AKB みたいなシステムのなんかそう待って来るの方がいい、それとも私が電話急にかけてくる、急じゃないけどその時間内電話かけてくるのはどっちか嬉しい。でも新鮮だよね、自分も自ら電話かけるのは、うん、リアルなグッズ当たらないよあのね、うん、マジで無責任発言だから、あの無責任発言だからちょっと聞き流してほしいけど、先月のスクラッチ結構いい感じだったのでちょっと今月相談してみます、相談してみるつもりです。はい、それちょっと無責任発言だけど、でも前回本当にありがたいことに自分の予想より全然はるかに超えたから、多分向こうもねスタッフさんの予想も超えたと思うので、だから言いやすい、相談しやすい、ちょっとお待ちくださいって感じかな。他に何だろう、えでもファンクラブ本当に毎日楽しい、だからね最近ショールームそんなにしてない理由は多分それか、もうファンクラブでもうあずきとめちゃめちゃコミュニケーション取ってるからね、もうツールがねめちゃ増えたからのは結構大きいかもしれない、自分の中で楽しみしてます。うん、だからみんな来てね、本当に早く来てほしい。ショールームでいつもね名前ね読んでるけど、あれファンクラブにまだ来てないな、あれ誰々がまだ入ってないな、あれ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 ってなる人結構いる、なん結構てか何人かいるショールームもやってください。はい、それはそう、もう今月2回目のショールーム、毎日グルチャしてない日がないじゃない、今までグルチャしてない日がないけど、ショールーム最近ちょっとしてでも最近ちょっと毎日お稽古してるから、今日もお仕事、あお仕事じゃない、もう稽古してきたの。うん、ナチャリンとおはようおやすみの挨拶できるだけとも、あなんかね自分の生活リズムバレちゃう、あこの人こんな時間までまだ起きてるなとか思われそうダメだダメだダメだ、こちらが心配になるくらい毎日グルチャーしているえこれえ嬉しいよね、嬉しいよね、あのねちゃんとファンサービスしてる街に、ね、嬉しいよね誰とランチしたかまだ秘密なの、もともとはね普通に言おうとしてたけど、あの子はもうちょっと待ってください、こうこうこうだからもうちょっと待ってください、えー、かわいい、もっと待つねってなった、それはもうちょっと待ってください皆さんもうちょっと待ってください、もうめっちゃかわいいこと言われた、キャーなんかね、まあメンバーだけど、あのー、
ね、今本当にもう親戚のおばさん目線で見ちゃうのね。本当にもともとは結構そういう傾向あったけど、今なおさらもう本当にもう親戚のおばさん目線で見ちゃうから、何でも可愛いって思っちゃうのね。本当に全部可愛い、もう本当にもう可愛くて可愛くて、言ったらやった、親戚のおばさんみたいな存在できたいやいや、そこは否定して否定して、お姉さんって言って、ごめん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 、自分でおばさんって言ったけど否定して否定して欲しかった。4個下の子そうなの、いや感覚はね近くありあ、ふーさんからいいね、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、そこは否定して欲しかった、否定して欲しかったな。今年何歳、ウィキペディア見てください、ウィキペディア見てください。どうなの、めっちゃもうね、なんか可愛くて、可愛い、なんか可愛くてね、何言っても可愛いって思っちゃう。なんかもともとそういう気持ち、結構そういう傾向、さっきも同じこと言ったそういう傾向もともとあるけど、さらになったのね。ね、な、食べたいもの何でも起こるよみたいな感じになった可愛いね、話してくれて癒しになったからありがとう、お稽古頑張れるみたいなもうみたいな気持ちになった。楽しかった、めっちゃ楽しかった、超楽しかった。でもね、今お稽古場元メンバー自分含めて4人で、さきぽんは前も、さきぽんは3回目共演して、前も妹だったから一緒にいる時間一番長いんだよね。で今日もね、帰り一緒だったから喋ってた。ちょっと可愛い、本当に可愛い、めっちゃ好き。もう本当にもうおばさん化になっちゃうのね、ずっと。なんかね、そう、4人そんなにいるの、本当に、うん、いるから嬉しい。なんか知ってる人でも、やっぱ今はちょっと団体団体ね、まだその役柄もそうですし、まだそんなにみんなとわちゃわちゃみたいな、まだなってない、まだ。いやー、早くみんなと友達になりたいな。うん、どうすか、そうなの、今回は帰郷、帰郷さやかです。でさやりんは昨日まで舞台だったから今日合流して、本読みの時も言ったけど、以外はずっと舞台やってたからこんな来れなくって、で今日合流して、そうなので、名前もさやかじゃない、さやりんはさやかで、私の役もさやかだから、本読みの時にあのー、本読みの時に、まあ、自分の名前もさやかだからかぶっちゃうかも、さやかって言われたら反応しちゃうかもしれないとか言ってて、可愛くない、本読みの時にこの話して可愛いなって。でしばらくいなくって、でそのこの間ね、共演者の子と話をしてて、なんかさやか、さやかだから、いつかマチャリンという役名の役あるのかなって、誰かと被ったらなって思ってさやかさやか被ったからね、マチャリンっていう役名の役ないのかなって待って、この話ね、人生3回目かも。待って、1回目覚えてる。待って1回目はあの、なおさん、古畑なおさん
SKE、 元 SKE の奈緒さんとデートした時も一回デート、映画デートして、で最後に奈緒さん携帯落としちゃってバキバキになったのね。え、どうしようどうしようってなって、あの修理行くから、もうなめっちゃ慣れてるから、修理行くからバイバイとか言って、でその後日会った時に言われたのは、その修理行って、でそのスタッフのお兄さんにナンパされて、え、お姉さん名前何なんですかって、ナオです、俺名前がナオの彼女今までいないんだよねみたいなこと言われて、言われた。で例えば私もその場行ったら、え、お姉さん名前何、マシャリンです、俺名前がマシャリンの彼女今までいなかったんだよねって言われたら、そりゃそうだよいたら逆に怖い名前がマチャリンの彼女今までいたよって言われたら逆に怖いね。そりゃそうよって話、そうそうだよね、本当に逆にで2回目はあれよ、前舞台出て、ね、香水、香水何でしたっけ、香水の名前、香水、香水、待ってちょっと自分の X 検索してみる、香水、あ、ゆいという名前の香水ね。そう、あ、そうだ、出演者の方が名前がゆいで、なんかそのめっちゃいい香水の香りね、めっちゃ好きなのって思って、私あの匂いフェイチでゆい、え、この香水の名前なんですか、あ、この香水、これどこの香水ですかと聞いたら、どこどこの香水で、ちなみにこの香水の名前はゆいですって言われて、いいな、自分の名前と同じ香水でいいなってなって、え、名前がマチャリンっていう香水ないのかなって名前がマチャリンっていう名の香水ないのかな、ああ自分で作るしか自分で作るしかないよね、それなさそうね、なんか悲しい。で今回もね、名前さやかさやか、自分のあの役名もさやかで、さやかさやか、マチャリンという役名の作品ないのかなーって、ないよな、うん、ね、欲しいな、当て書きがもう自伝よ突っ込まないで実家はなかったの？どういうこと？実家はマチャリンという香水？え、どういうこと？え、ごめん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 、自伝舞台か、あーそっか、マチャリンという役ね、うん、まあそう、そう、確かにそうだったらそうは、まあ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 、うん、リンの彼女の、ああ確かにね、マチャリン、マチャリン、お、はじめまして、はじめまして、マチャリンの反省を舞台化、ありえない話ではない、あーでも正直自分の人生舞台化しても、まあできるけどね、できるくらいのボリュームには一応なってる、いるじゃいる、なっているけど、そんなにキラキラして
る話は今のところはちょっと違うので、いつかキラキラして感動的な舞台になれる日が来たら、そういうお話したらいいな、頑張るね。今舞台化してもボリューム的には、まあ、3時間舞台でもいけるけど、そんなにキラキラしてる話ではない。なんかね、最近ね、本当に神様が私に絵の試練が多すぎないって思う。改めて多すぎるよ本当に。笑っちゃう本当に笑っちゃう。もう神様ね、すごいな。でもそうなの、なんか最近ちょっと少しずつ客観視で自分のこと見ることができるようになりましたね。昔は全然自分のこといっぱいいっぱいで、自分のこと全然ちょっとあれなんだけど、自分何もできない、ダメだってなったけど、最近どんどんね、自分のことを客観視っていうか、自分一体どんな立場か、何を知ってるか、だんだん分かってきて、今更だけど、ネガティブマチャだった。まあね、めちゃネガティブの時期全然あったね。まあ、今もうわーになることがめっちゃあるけど、めっちゃあるけどね。そう、でも本当になんだろう、でもね、でもよ、今笑顔で話してるけど、今は人生一番悔しい時期かもしれない。まあこの話はいつか舞台化したら話しますけど、今一番悔しい、今まで8年間の中で一番悔しいね。あの、辛いより悔しい。もう本当に悔しい、不満と悔しい、今はのと一番もう負けたくないっていう気持ちになってる。うん、これからだよ。そうなの、本当にこれからだよ。自分やっとね、いろんなことをなんか感覚ね、なんだろう、むずいな、話難しい、めっちゃ難しいけど、なんかね、グループはやっぱり、あ、でもね、これ本当に、うん、どうだろう、今まだ何も実現、ほぼほぼまだ実現してないから、何も今こんな話をするのはカッコつけてるだけですが、でもなんか今までグループはやっぱりその選ばれた人がお仕事、このお仕事に選ばれた人をこのお仕事するみたいな感じじゃないですか。今はそうじゃなくて、そもそも選んでくれる人なんていないから、自分で作るしかない状態なのね。
って感じかな。頑張る、まあ、自分のこともそうですし、パミのこともね、うん、そうなの。パミも今回の舞台終わったらパミのもろもろちょっと集中したいなって思っているので、パミちょっと進んでる、あ、うん、進んでる。そう、自分から発信するのもそうだし、チャンスをつかむ、本当に自分、それこそそのなんだっけ、書き初め、チャンスをつかむみたいなこと書いたじゃないですか。多分本当に今後そんな感じになると思う、今のところはね。もう本当に厳しい道になるけど、でも今一番なんだろう、うん、いろんなこと分かってきたって感じがする。グループに行ったら分かんなかったこと、やっと少しずつ分かってきたって感じ。頑張ってるよ皆さんの推し、頑張ってるよ本当に。悔しい、いろんなこと悔しすぎて涙が出てくるくらい悔しい、本当に悔しくて。皆さんにいいご報告できるように頑張るね。いやー、でも嬉しいこともあるよ。嬉しいことももちろんありますし、それはまだもうちょっと先。もうちょっと先ですかね。その悔しさが次に進むためのエネルギーになる。うん。頑張るマチャリンを応援してるよ。ありがとうございます。まずはお稽古ね。まずはお稽古ね。お稽古と、まあ、今月はお稽古以外なんかその大きなお仕事がないけど、まあ、毎日基本ほぼほぼ毎、まあ、ほぼほぼ毎日お稽古だけど、まあ、発信できるものを SNS とかも、とりあえず SNS 発信できるものを頑張るので、だから SNS 皆さん反応してね。それは本当にお仕事につながるので、 SNS 反応してねみんな。今は X も Instagram も TikTok も YouTube もスレイズなんか Instagram の X 版 Instagram あるじゃない、あれもなんかね全然更新してなかったけど、フォロワーさんが1万人超えてて、おおちゃん、それって名前もちゃんと覚えてないけど、あ、X フォローしてみます、ありがとうございます。インスタグラムもね、でもコメントもしてねみんな、本当に仕事につながるので今の時代。これからねちょっと SNS のお仕事も始めるので、
うん、始めるのでぜひぜひ。そうなの、ね、そうなのね、あの TikTok もね、パーカーの動画載せたけど、全然あのぜひ好きなタイミングであの届いたよとかでもいいし、そのね、ショップリストさんのパーカーですけど、ショップリストとマチェリの名前入れてくださったり、フィントさんもね、女の子があのゲットしてくれたのを101で教えていただいたんですけど、ぜひぜひ SNS、 インスタでもね、 X でもそのブランドの名前とマチャリ入れてくれたらね、みんなハッピーになりますし。待って、可愛いコメント来た。大好きなマチャリが頑張ってるのを聞いて私も頑張ります。なんかね、自分ね、なんで AKB に入りたかったかというと、自分そんな気持ちだったの。 AKB 見て勉強頑張ろうってなったのね、12、3歳、14歳の私だから、推しの活動を見て、まあ、もちろんそのアイドル活動と勉強、学生だったから全く違うことやってるけど、でも頑張ってるという行動は一緒じゃない、気持ちは一緒じゃない。だから推し見てて自分もよし頑張ろうってなったから、いつか自分も誰かにこのエネルギー与える存在になりたいっていうのは初心だった。うん、嬉しい。だからすごい嬉しいコメントありがとうございます。ね、だからそれは一番モチベーションだね。完全に一番というか完全にモチベーション。急におったまげ。あ、すごい、なんか来た、なんか来たぞ。でもチャンスがあると思えるからこそ、悔しいと思えるんだから今頑張り時だね。チャンスがあると思えるから、チャンスは今の自分ね、今の自分チャンス来てたものが少ない、ほとんど本当に自分で作るしかない。でも逆になんかその今までやったことない楽しさかもしれない。自分一応楽しんでいるっちゃ楽しんでいる、 どんなことできるか。今までは例えば、むずいな、難しい、例えが難しい。今はね、何でも力があれば何でもできる。力があればね、自分の実力あるかどうかは自分の努力次第だけど、でもやりたいことはもういろいろできて、もう進んでチャンス自分で掴んだらいろんなことできるようにできそう、自分。なんかね、今ね、なんかわかんないんですけど、 AKB の中で自分できない人なの。そもそも日本語もできないし、日本語できないから会話ね、特に最初本当に会話できなかった。お仕事も呼ばれなかった、会話できなかったから。でダンスもできないし、歌もうまくないし、なんか認めてもらうために必死だった。今は別に誰かに認め、まあ
なくはないけど認めてほしい、認めていただきたい気持ち、なくはないけど、それより目の前の人たちよりもっと広い世界、もうちょっとかな今自分の心の気持ちはまだ、難しいけど、もうちょっとしたら多分本当に広い世界、いろんなこと頑張るってなる。今まだ自分なんだろう、まだ不安残ってる。もうちょっとしたらもしかしたらこの不安な気持ちがなくなるかもしれない。今まだちょっと心の中で整理できないかも。月曜日の誰かの癒しになればって嬉しかったぞ。嬉しい。嬉しい。今日コーラ飲んだ？飲んでないよ。なんで急に？インスタやってないけど、ボーチューブ、YouTube ね。ボーチューブって何？見ると頻度を上げます。見ると、なんかね、今舞台、舞台のあれ、お稽古期間中だからちょっと難しいけど、近々撮るつもりです。近々撮るつもりだから登録して待ってほしい。嫌なこと、嫌なことをちゃんと断るのが大事よ。そもそも今嫌なことないと思うけどな。嫌なお仕事来たら、あ、すみませんってなるし、そもそも今のところ来るお仕事がそんなになくて、自分でこれやりたいって自分で進むのね。だから本当に自分のやりたいこと進むし、例えば苦手な人でも、あ、じゃあ大丈夫ですってなる。で、大事な人とちゃんとお仕事するって感じかな。だからなんか嫌なことがなくなるだろうなってちょっと思った。ゼロってはちょっとさすがにゼロはない、難しいかもしれないけど、ある程度、まあ、そういうストレスがなくなりそう。今まだそのいろいろ環境変わりすぎちゃって、最近まだ心落ち着いてない状態だけど、落ち着いたら本当にそうなると思う。コミュ力上がったよね、すごい。そう、ありがとうございます。ただただ話が長い、ただただ無限に喋る人じゃなくてそう、つまり待っているだけじゃダメなのね。そう、待ってたら本当に何もないよ、今の自分の状態。待ってたら本当にもうゼロ、ゼロ、ゼロに近い、ほぼもうゼロよ。だからもうちょっとしたら自分のお仕事を本当に自分で自分の手で掴んできたって感じになる。頑張ってるよ、みんな、みんな、みんなが思ってるよりマチャリンが頑張ってると思ういやでも逆に本当にいろんなことできそうで楽しみ、めっちゃ楽しみにしてる。
でもできるかどうかはまだ分かんないから、できたらちょっと自慢させて。今何も何もって言っても過言ではないくらいちゃんとは何もないよ。そんなあのできる気がしてきただけで、できたわけじゃない。そういう気がしてきただけです。だからまだまだ先がな遠いっていうか、まだまだ遠い、まだ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 だけど。待って、すごいすごいすごいの来ました。ありがとうございます。エゾモンさんからいちごいちごいちごメロパンプレゼントおにぎり、ありがとうございます。待って、めっちゃ切ってた。すごい、めっちゃ連続で来ました。ありがとうございます。エゾモンさんもうおにぎりタワーやん。ありがとうございます。すごい当たり、お、さっきは外れだったな、当たりだった、ありがとうございます。嬉しい、びっくりしました。全部当たりやん。めめめめめめめ、タワー一級、ありがとうございます。めちゃめちゃ連続来てる。ありがとうございます、全部当たり、わー、ありがとうございました。びっくりしました、めっちゃ当たる、ね、めっちゃ当たった。めっちゃ当たった、ありがとうございます。エゾモンさん、いつもありがとうございます。全然あの iPad 持ってるので、 iPad 持ってるので、あ、11時半何時から配信したっけ、あのね、もう5分くらい配信します。ありがとうございます。ぜひいつでもコメントしてください。さっきね、そう、さっきショールーム配信の前にあれをオンラインお話し会テスト、だから3人だけとりあえずテストやって無事に終わったので、あのファンクラブ限定配信、限定配信もやった。多分ファンクラブ限定配信もこれからちょこちょこやろうと思ってるから、そうだね、ぜひぜひ本当にファンクラブ来てほしい。だって毎日めちゃめちゃ生存してるもん、ファンクラブの中でめちゃめちゃいる。おはようもお休みも送る。だから、あ、この人 2時半まだ起きてんなとか思われそう。そうね、私夜行性で寝るのは遅いけどね。そう、主にそうなの、めちゃ生存してるから。だからショールーム最近そんなにしてないんだよね。もうファンクラブで、ファンクラブでもう満足してる、もう充実してる、充実しすぎて。私ウが苦手だから充実しすぎて、もうまた言われた、もうね、やっぱスリープね。あ、でもあの稽古結構いい感じに進んでる。一応今ある、最初から最後まで台本、最初から最後まで一回あの全部動き、セリフ動きやった、一応。充実しすぎて内容理解しました。お、はい、理解しましたよ。お、理解しましたよ。いや、でも理解しました、思ったより 2.5 の世界観ってほぼほぼ難しくて、 2.5 を見てもちょっと どういう意味だろうなって思う作品、まあ結構いるけど、今回の作品分かりやすい、分かりやすいし、はぁと思ってるとかもある。うん、ねのと、前もインタビューで書いたけど、インタビュー読んだインタビュー書いたけど、
行ったけど、演出家今回は演出家の名前聞いて出演したいって思った。もちろんいただいたお話がすごいありがたかったんですけど、ちょうど一番疲れてた時期で、疲れて疲れてどうしようかなってなった時に、もう本当にちょっと疲れすぎちゃった。あのあれよ、いつ来話いつ来たっけ、あの待ち時の後だった。待ち時の時はね、もう本当に休んでなかった。もう本当にやばかった。当時のスケジュール、舞台コンサート舞台だった。もう舞台舞台の間そもそもなかったし、その途中にコンサートやって無理で、もう本当に無理だったけど、無理、そもそもレッスン探してなかったから、いきなり通しって言われてもできなかったし、みんなできてて私だけできない、できてなくて、それも怒られたし、めっちゃ怒られた。レッスン参加できなかったね、うん、怒られたし、寝てなかったし、セリフも覚えなければいけないのに、毎日も無限に踊ってて、一日何時間踊ったんだろうなって思うくらい踊ってて、でコンサート終わったらそのまま舞台行って、もうそのままもう数日後通しやって、セリフをちゃんと覚えてなくて、一生分のごめんなさい使って、で2日後まだやっちゃって、来世のごめんなさいまで一生分のごめんなさい使っちゃったから、来世の分まで使っちゃって来世の分のごめんなさい使っちゃってもう大変だったから、ちょっとあの休みたいってなったけど、あの演出家一大さんという方で名前聞いて、あ出たいと思った。本当はちょっと休みたいけど、一大さんの作品なら、あ出たい、めっちゃ休みたいけど、それより絶対出た方がいいってなって、今毎日一緒にいます。すごい方です。やっぱすごいなって思った。思ってることとか役作りも一緒に考えてくれましたし、今回の役ね、私にはちょっとまだ難しいな、その気持ちね。私が思うさやかと実際演じてて周りのあの役とさやかの違和感が出てきたの。自分が思うさやか、私が思うさやかの過去だったり気持ちだったり立場だったり、こんな性格かなのかなって思ったけど、周りの役の演なんかその自分が思ったさやか結構おとなしい性格だからおとなしく演じてたけど、周り結構そうじゃなかったから、え自分大丈夫ってなって、で聞いたら、まあ確かにそうかもしれないけど、そう感じさせないようにさやかは隠してるからって言われて、なるほど、あじゃあ今の演じ方はちょっと違うかもしれないなってなった。そう深い、めっちゃ深い、本当に深い。いやもう今もうちょっといたらもう本当にネタバレになっちゃうから言わないけど、深いこと言われた。あなるほど確かになって、一緒にね悩んでくれたり動きも考えてくれたり、
改めて自分まだまだだなって思った。本当に本当にまだまだもう全然ダメだって思った。うん、勉強になってる。いやー、一回見ただけで理解し、あ、でも今回はそんなに難しい作品じゃない。難しくないお話は。なんか一回見ても分かんないなっていう作品あるじゃない？今回全然そんなんじゃないよ。分かりやすいよ。もう分かりやすい。話、ちょっと難しい単語ちょっと出てきたけど、でも話のテンポも、遅すぎない、早すぎない、ちょうどいいだし、分かりやすいし、みんな可愛い。みんな可愛い。本当にみんな可愛い。本当に可愛い。もうマジでみんな可愛い。みんな可愛い重要。そうなの。マジに誰かに聞いた5月舞台頃生誕1万日。本当？え、聞いてない。数えてくれたの？ 1,2,3 なんちゃったった9999 1万。いや絶対アプリごめんなさい。え、そうなの？5月何日？あら、全然気づかなかったっていうか、知らなかったっていうか、気にしたことなかったっていうか。あ、でもなんか自分と近い年の誰かがこの前こんな投稿をして、あ、もうちょっとしたら自分もそうかなって思った。誰だっけ、のんちゃんかな、誰か覚えてないけど、そういう投稿を見たんだよね。見たよね、この前。1万日。あら、あ、生誕1万日ってサイト調べてくれたんですか、優しい。じゃあ来月か。あらあら、1万日そんな。のんちゃんなのかなと思ったら、のんちゃんからギフトもらいました。待ち時ののんちゃんね。名前のんちゃん、のんちゃん、こんばんは、こんばんは。そうなの。1万日か。お母さんに感謝する、感謝してる。本当に最近忙しすぎて、最近忙しすぎて全然返信できてなくて、今一つ思い出したのは、昨日お母さんから急に LINE が来て、え、昔マチャリンが読んでたこの本、サインでか、棺書いたの、ちょうど20年前。で、私も最初、10年前と20年、ほんまやん、20年前読んだ本あれよ。あー待って、その本名前わかんないけど、少年が宝物を探しに、その夢の中で出てきた宝物があって、その宝物を探しに行って、いろんなところ行って、いろんな冒険、めっちゃ大冒険したのね。いろんな、なんか本当にはっきり覚えてない、なんかいろんな国なのか、いろんなところ行って大冒険して、いろんなこと経験して、で宝物を探して頑張って探したけどなくって、結局その宝物は自分の最初のそのスタート時点のところにあった、トゥーストーリー。めっちゃ有名な本。
なんだっけ、そう20年前なの。めっちゃ有名な本、めっちゃ有名だけどな、青い鳥、鳥じゃない、まあそういうあの青い鳥じゃないけど、鳥じゃない、宝物。少年なんかそういうのあるじゃない。ワンピースこらおい違うあれよ、欲しい。夢を旅した少年。夢を旅した少年なのかな、ちょっと待ってね。待って、分からん。夢を旅した少年、というタイトルなのかな。あ、待って、なんか本のあれよ、ちょっとあと表紙ちょっと違うから、このストーリーなのかな、表紙が違うからちょっとわからなくなっちゃった。読んだことある方、ちょっとね、タイトルが、希望に満ちていて元気をくれるから、宝物を探して旅に出る少年のごめん、宝物のを探して旅に出る少年の話で。待って、あと14分で明日になっちゃう。今日ストーリーまだ更新してないや。やばい、早くしないと。少年の話、旅の途中で出会った全ての人たち、全ての局面がから少年が多くを学んでいきます。物語の最後、少年が宝物を見つけたのはとても意外な場所だ。意外な場所、自分を信じること、自分の旅を続けることの大切さを教えてくれる本ですです。そう、お母さんはね、どうしよう、待って、ストーリー一回更新してもいい？更新してまだ配信も、いや配信終わろうか、配信終わります。はい、そういう宝物探してる場合じゃない。そうなの、ちょっと自己満足だけど毎日ストーリー更新してるのね。あと13分、やばい
え、どうしよう。え、一旦更新してから配信？それとももう配信終わる？いや、一回更新しよっか。ちょっと怖いから、ちょっと待ってね、一瞬待ってね。はい、ただいまです。今日のプリン乗せました。はい、ただいまです皆さん。はい、でももう配信そろそろ終わります。明日ちょっとお仕事、めっちゃ遅い時間までお仕事するのでちょっと休みます。もう寝ます。お風呂まだ入ってないけど、お風呂入って寝ます。美味しそうな写真、キッ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 。はい、じゃあ最後 SNS の宣伝しよっか。もう宝物の話。そうそうなの、お母さんお母さんからの話からの、お母さんに送られたメッセージの話からのあれよちょっと遅くなりました。はい、ではね、なんだっけ、SNS の宣伝しよっか。まず X、インスタグラム、TikTok、YouTube、スレッズ、合ってる？スレッズ合ってる？合ってなさそう。合ってる？ぜひぜひ、あの合ってる、よかった。ぜひぜひフォローしてください。そしてファンクラブ、ぜひぜひお待ちしております。最近ショールームが少ない理由はもうファンクラブめちゃめちゃ充実してるから充実しすぎてもうめちゃめちゃエネルギーもらってます。ぜひファンクラブの入会お待ちしております。はい、では最後ランキングを読みたいと思います。13位からいきます。13位はオラモンさんです。12位はハヤテさんです。10位はカッターさんです。タカさんです。私逆だった、ごめんごめん。タカさんです。10位はエール SF さんです。9位はユージーさんです。8位はオクジーさんです。7位はヤピーさんです。6位はサンロタさんです。ありがとうございます。続きまして5位はケントさんです。ありがとうございます。4位はワイマズさんです。ありがとうございます。3位はシギタンです。久しぶりにマチャルに会えました、癒されました、ありがとう。ってこちらこそありがとうございます。確かに最近配信ちょっと少なかった、ごめんなさい。続きまして2位はフーさんです。ありがとうございます。最後1位はイトモンさんです。ありがとうございます。みんなありがとうございました。また明日はちょっと配信できないけど、また配信しますので、ぜひ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 また見に来てください。ショールームをフォローしてね。では皆さん、今日はここまでです。続きはグルチャで続きはグルチャなんで、ぜひぜひ入会お待ちしてます。ファンクラブね。じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。ちょっとグルチャ見てからお風呂入ります。おやすみ。はい、ただいまです。今日のプリン乗せました。ただいまです皆さん。はい、でももう配信そろそろ終わります。明日ちょっとお仕事、めっちゃ遅い時間までお仕事するのでちょっと休みます。もう寝ます。お風呂まだ入ってないけど、お風呂入って寝ます。美味しそうな写真、キッ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 。はい、じゃあ最後SNS の宣伝しよっか。もう宝物の話。そうそうなの、お母さん
お母さんからの話からの、お母さんに送られたメッセージの話からのあれよ。ちょっと遅くなりました。はい、ではね、なんだっけ、うーん、SNS の宣伝しよっか。まず X、 インスタグラム、 TikTok、 YouTube、 スレッズ、合ってる、スレッズ合ってる、合ってなさそう、合ってる、ぜひぜひ、あの合ってる、よかった、ぜひぜひフォローしてください。そしてファンクラブ、ぜひぜひお待ちしております。最近ショールームが少ない理由はもうファンクラブめちゃめちゃ充実してるからか、充実しすぎてもうめちゃめちゃエネルギーもらってます。ぜひファンクラブの入会お待ちしてやや。はい、では最後ランキングを見たいと思います。13位からいきます。13位はオラモンさんです。12位はハヤテさんです。10位はカッターさんです。タカさんです。私逆だった、ごめんごめん、タカさんです。10位は LSF さんです。9位はユージーさんです。8位はオクジーさんです。7位はヤピーさんです。6位はサンロタさんです。ありがとうございます。続きまして5位はケントさんです。ありがとうございます。4位はワイマズさんです。ありがとうございます。3位はシギタンです。久しぶりにマチャルに会えました、癒されました、ありがとうって、こちらこそありがとうございます。確かに最近配信ちょっと少なかった、ごめんなさい。続きまして2位はフーさんです。ありがとうございます。最後1位はいともんさんです。ありがとうございます。みんなありがとうございました。また明日はちょっと配信できないけど、また配信しますので、ぜひ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 また見に来てください。ショールームをフォローしてね。では皆さん今日はここまでです。続きはグルチャで続きはグルチャなんで、ぜひぜひ入会お待ちしてます。ファンクラブね。じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。ちょっとグルチャ見てからお風呂入ります。おやすみ。